a W レストラン A&W レストラン A&W レストランはアメリカ合衆国インドネシア日本の沖縄県などに展開するハンバーガー、ルートビアなどを主力商品とするファストフード A の本社企業である。かつては A&W ルートビアブランドも保有していたが現在はドクターペッパースナップルグループの手に渡っている。 A&W の名は創業者のロイヤレン、ロイヤレンと1919 19年に彼と提携したフランクライト、フランクライトの二人のファミリーネームの頭文字に由来する。当初はカリフォルニア州、ローダイに本拠を置き、ルートビアスタンドの形態であった。A&W はアメリカ合衆国では、ヤムブランズが展開している。米国以外では、オーストラリア、日本、 バングラデシュ、マレーシア、パキスタン、イギリス、ドイツ、アラブ首長国連邦、カタール、タイ王国、フィリピン、インドネシアにも進出している。かつてはシンガポール、エジプト、中華人民共和国にも店舗があったが、2000年代に撤退した。カナダの運営は1972年にユニリー馬車が取得したが、現在はアメリカの A&W とは、 無関係な経営陣に変わった。インドネシアでは広く全国展開しており、北米を除くと店舗数が一番多い。ファストフード店の A&W は前述の通り日本国内では沖縄県にしか存在しない。ただし、本土でも米軍基地内には存在する。1970年代には近畿圏を中心に東京都、福岡県などでもチェーン展開を行っていたが、 現在はすべて撤退している。また1990から2000年代にも最新室の計画があり、東京都内でパイロットショップが営業していたが、やはり撤退した。沖縄県でのファストフード店の運営は A&W 沖縄株式会社が行っている。ルートビア、クリームソーダなどの A&W ブランドの飲料はいくつかの輸入業者を通して発売されている。 日本国内では製造されておらず、すべてアメリカからの輸入品である。沖縄県以外でも輸入食料品店や沖縄の特産品店、一部の雑貨店などで販売されている。A&W 沖縄株式会社は沖縄県においてファストフード店としての A&W を展開している会社である。2019年3月現在、県内には29店舗ある。 県内では A&W のことをよくエンダーと呼ぶが、これはアメリカ人の発音 A& w を真似たのが定着したものである。米国市政下から数えると事実上の日本で最古のショッピングセンターとされているプラザハウスショッピングセンターを関連会社に持つ。全店舗でエディが利用可能。A&W は日本初のファストフードレストランとされる。 A&W の1号店である、ヤギ原店のオープンは1963年であり、マクドナルド1971年や、ゲンタッキーフライドチキン1970年などの日本進出よりかなり早い。ただし、沖縄県の日本復帰は1972年である。ことから、復帰前の1970年2月に本土に1号店を開設したドムドムハンバーガーを、 日本初のファストフードチェーンとするのも間違いではない。1980年代には一時鹿児島県への出店も試みたが、後に沖縄県内のみに専念している。ルートビアについては、店内で飲む場合には冷えたジョッキで供され、持ち帰りの場合や国際通り、薪市店など一部店舗では氷を入れた、紙コップ、S、R、L、他のファストフードチェーンのように、S、 M、L ではない。R はレギュラー。の三つのサイズが違う値段で販売されているにも、かかわらず、どのサイズを注文しても何杯でも、お代わり自由となっている。ハンバーガーは、本場のアメリカンスタイルを意識したものであり、主力はザ、ザエ &W バーガーと呼ばれるもので、マクドナルドのビッグマックを超えるほどの食べ応えがある。また、コニードッグと呼ばれる、チリドッグや、 独特の風味を持つ、スーパーフライ、通常の冷凍ポテトではなく、いわゆるラスポテト、カーリーフライも代表的なメニューでいる。オールアメリカンフードを標榜しており、他のファストフードチェーンよりもボリュームのあるメニューが多い。2010年12月からは、ライスを用いたボックス型の、弁当ミー、ロコモコなどを発売するなど、大手他社との差別化を図る戦略も見られる。多くの店舗では、 車から降りずに注文し、そのまま商品を受け取って、店員が商品を車まで届けに来る。駐車したまま食べるなり、店を出てどこかへ行くなりすることができる設備を得ている。ドライブスルーで使われるようなインターホンが、個々の駐車スペースに据え付けられている。A&W でドライブインと呼ばれる。このシステムは、車社会の発達に伴いアメリカが衆国で1 9五十年代に、 普及したものである。英語のドライブインとは車に乗ったままで手術のサービスを受けられることを指し、日本で言うドライブインとは意味合いが異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。